ルフィとワンピースの企画、新たなる価値観を知る。皆さん、こんにちは。ヒロが大人気アニメ、ワンピースとその主人公であるルフィについて比較してみたいと思います。ワンピースは世界中で愛されている作品であり、その中心にいるのがルフィです。しかし、彼らの物語には私たちの日常にも通じる多くの価値観が隠されています。まず、ルフィというキャラクターについて考えてみましょう。彼は自由を求めて海賊となり、冒険し続けることを選びました。この自由への渇望は多くの人々に共感を呼び、私たちにも新たなる価値観を与えてくれます。彼の勇気と決断力に触発され、私たちも自分自身の夢を追い求める勇気を持つことができます。そして、ワンピースの物語には、友情や仲間愛といったテーマが際立っています。ルフィは、彼の仲間たちと共に困難に立ち向かい、団結して目標に向かって進んでいます。この絆の力は、私たちにも大切なメッセージを与えてくれます。私たちも、大切な人々との絆を大切にし、困難な時には助け合い、共に成長していくことが重要であることを学ぶことが、できます。さらに、ワンピースの世界には、様々な価値観が存在します。様々な種族や国が共座をし、それぞれが異なる価値観を持っている。この多様性は、私たちにも大切な教訓を与えてくれます。異なる価値観を受け入れ、尊重することが、より豊かな社会を築くために必要なことであるということで。最後に、この動画では、ルフィとワンピースの魅力を通じて、私たちの日常にも活かせる解決策や対処方法をご紹介します。例えば、自分自身の夢を追い求めるための勇気を持つ方法や、大切な人々との絆を築く方法など、実生活で役立つ情報を提供します。皆さん、ワンピースとルフィの魅力を通じて、新たな価値観を学び、自分自身や周りの人々との関係をより豊かにして、知りましょう。この動画が多くの人々に共感され、再生回数が増えることを願っています。それでは、動画をお楽しみください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。